Thank you. コウキはいつも手伝ってんの？いつもじゃないですけど、うん、結構よく、ケンタ君とご飯行ったら、うん、ちょっとあったら取って、車とかも乗った、うん、その間取って、じゃあね、わし、アナゴ丼定食。アナゴってどこにあるんですか？アナゴもおいしそう。うなぎじゃないんだよ、アナゴなんだよ。うなぎはうなぎでこっちにあったって。じゃあもうお前もうちょいこっちに座ってこう座ります。コウキは何するの？何もしないの。何もしないの。座ってるだけ。一人じゃビビるのかな。そうなんですよ。心の支えがいるんです。かかる。河内のおっさんの歌いって。河内のおっさんの歌いって。あ、それ聞いたことあるかも。え、マジで？昔の歌じゃないけど。なんか聞いたことあるかも。いいですか？はい、どうも始まりました。硬いでお前、リラックスしろよ。はい、ちょっとだんだんリラックスできたらいいなと思います。何緊張してる。質問を集めてきたんで、うん、まあ答えられるのと答えられるのがあるからな。そうですね、はい、うん、まあ、これ僕の質問っていうよりかは、うん、みんなが一切に聞きたいなっていう質問を集めてきたつもりなんで、うん、はい、もしちょっと失礼なことがあれば、うん、許してください。オッケー、はい、お願いします。好きな AV 女優とかって分からんよ、名前が。愛さんが覚えてないってこと？そうそうそう、もうイメージはできてはる。そうだな、でも名前が出てこんな、うん、聞くだけだけど。綺麗なっていう。聞く、いや音声聞くってことですか？違う人の話だよ。音声だけ聞いて変態かお前。まあですよね。なんじゃったっけな、やっぱ、ね、名前どういうんだったっけな、忘れたの。調べようか、はい、調べよう。後で調べましょう。ちょっとじゃあ好きなタイプの女性。好きなタイプの女性、はい、気になるね。どういうの？性格とか。あ、もう性格でも、はい、見た目でも、はい、まあ可愛い子が好きな。私ブリッコが好きなんだよ。へえ。じゃあ奥さんそういう感じで。いや奥さんはそこまでブリッコじゃない。まあ奥さんが一番好きだけど、はい、芸能人でいうと、はい、ブリッコが好き。芸能人でいうとブリッコ、例えば誰ですか？例えば小林、なんちゅうんだっけ。あ、マヤ、お姉ちゃんの。お姉ちゃんの、うん、じゃあ佐藤珠緒とかですか？昔やった佐藤珠緒はあんまり好きじゃないな。本当ですか、うん、いや、あれはちょっと違うな。今でブリッコって言ったら田中みな実。それもちょっと違うんだよ。へ、月曜日の富士の8時からやる。どういうんだっけ、月曜日の富士の8時。あ、スカットジャパン。ああそうそうそう、 あれで出るじゃん。意地の悪いやつありますね、うん、あれが好きなの。変態っすね。なんでやねん。大阪の方で王様ブランチでやってないやな。あー、え、やってる、やってるよね。やってないよ。やってないよ。王様ブランチ。いや、見ないっすけど。王様ブランチで大阪じゃやってないで。本当っすか。もうこの前ちょうど土曜日だったよ、試合が。あー、で9時半からなんだけど、はい、じゃあ別の日にやってるんじゃない。別の日は別の時間にやってるかもしれない。そんな王様のブランチにならんじゃんか。土曜日なの。間違いないです。確かに。それで昔出てたんだよ。はい、その時から好きなんだよ。じゃあ結構長い間好きです。長い。奥さんそれちょっと怒ったりしないですかね。そう。いや、わし好きなん知ってるからな。いつもこう画面じーっと見てるから。あの矢部っち FC で、はい、こう J リーグのチームをこう回ってくるのがあるじゃんか、はい、それで僕の好きなタイプはあえて一人ずつこう選手が喋っていくみたいな、はい、最後にわしが出て竹内なんとかいう、あ、アナウンサーで、フリーになったけどよ、はい、それがちょうど矢部っちのアシスタント、はい、その子の名前も知らんんじゃなくて、その子の名前言ったらよ、あの J リーグ始まる前にカンファレンスいてあるんだよな、
そこにその子が来てから一緒に写真撮ってもらった。その後何にもなかったですか？ないね。イッさんが見た中で最高の選手、うん、それはフランスじゃろ。ああ聞きますね、うん、イッさんいつも言ってる、うん、フランスはあれだな、別格じゃったな。ちょっとあのブラジル人結構一緒にやってんだよ私、はい、あのジュニジョだったりアラウジョだったり、あ、はい、あのワシントンだったり、はい、全部一緒にやってんだよな。でもやっぱりその中でもフランスは別格じゃったな。だいたい何が違うか言って、はい、その今挙げたような選手はだいたい予想がつくんだよ、プレーの予想が、はい、フランスは何するか分かんない。天才、もう予測がつかない。見ててもじゃあ楽しいみたいな。そうそう、そういう選手とやんの時って監督ってどういう感じになるんですか、うん、気持ちっていうか。まあね、やっぱりブラジル人だからその選手の良さをどう出してあげるかだよな。だから、まあ、他の選手もその選手の、まあ、フランスの良さを認めてるから、まあ、フランスはそんなディフェンスできないから、はい、でやっぱりフランスの良さをこう生かすために周りで頑張っていくとか、フランスというのはもう走ればそこにボールがピタッと出てくるんだよな、はい、ボールがな。だから、走ればいいんだよ周りの選手は、うん、でそこにボールがピタッと来るから、あと足を振り向けばゴールが生まれるだけだから、まあフランスはちょっと別格じゃったな、やっぱ今まで一緒にやった中でか、うん、やっぱフランスか、うん、やっぱり川西ではなかったですか。川西か。川西は想像できない性格だから。一さんでもそう思うんですか、うん、結構でもいるくないですか、うん、他もそういうちょっと やんちゃっていうか、まあやんちゃいうのはいっぱいいたけど、ね、うん、ただあのあれだな、翔太の場合も最初はやっぱり難しかった、はい、な、だからやっぱあいつはあいつのプレーいうのがあるし、わしが求めるのがあるし、はい、だからあいつ試合出るまで相当時間がかかったんじゃないのかな。そうですよね、 9月ぐらいじゃないのかな、うん、僕一緒のタイミングで出て頑張を。ああそうなんだ、どこ行ったん。僕その時北九州行ったんですよ。あ北九行ったで、うん、翔太がそのタイミングで山形行って、うん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 、苦労してるってなんか電話したら言ってたんですけど、うん、でも出始めたら結構もうエースみたいになってたんで、うん、それもあいつ変わってんだよな。わし今でもそうじゃん、午前午後言ってあって午後、はい、若手のトレーニングいうのがあるじゃん。あ、はい、でそれは、まあ、ある程度の若いやつだけで、まあはい、練習したいやつはあの自由に入っていいよという形で、はい、あいつ必ず出てくるんだよ、その若手のトレーニングやつ。だから若手じゃないんだよ、はい、マシンの中じゃ25以下とかそこら辺だからな。そうそう、でもなあいつは必ず指名しなくても必ず出てきてたんだよ、はい、こいつ変わってんのなんで出てくるんじゃろ、邪魔なのにと思って。そうやったんですか。な他のやつはあの結構一生懸命やるじゃんか、はい、な、まあ、別に翔太がちんたりやってるわけじゃないんだけど、ね、やっぱり求めるものになあのメニューなかなりハードだから、はい、な、でも必ず出てきてたって。で天皇杯があったんだよな、はい、で天皇杯でトストやったんだよな。で、まあ、うちは結構メンバー落として天皇杯であの時 J2 だったから、はい、メンバー落としてやってたんだよな。それでも先発じゃなかったんでしょうか。で途中から誰か怪我して途中から翔太が出たんで、はい、だから前から追うわ、うん、すごい頑張ったんだよな。で、面白い思ってそれから使い出したんだよな、うん、本当あの天皇杯が一つのきっかけだよな。チャンスつかんだんすね。チャンスかな。であのその時システムもちょうど変えたぐらいの時で、はい、それでちょうど、はい、あのワントップツーシャドウのツーシャドウのところで、あれザキさん、ザキさん一緒で、それ、はい、でザキさんと翔太で、それでディエゴがワントップみたいな形で、それ、はい、でザキさんが かなり翔太をこうリードしてくれてるから、ザキさんいい人だから、まあ、厳しいけど、で、その三角形のか、はい、あれがうまくはまったんだよな、うん、それから。それまでもう中位ぐらいだったから、ね、はい、それからこうどん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 上がっていって、まあ、結局は6位で終わったんだけど、うん、それで入れ替え戦
入れ替え戦がプレーオフやって、はい、あの山口のヘディングシュートがあってで昇格したからな、うん、あれどういう気持ちやったんですか。何全然顔色変わってなかったわしように見えたんですけどテレビ見ててわしこんなことあるんだなと思って昔あのドーハの悲劇であったんだよな。あ、はい、わしらがワールドカップアメリカワールドカップかな予選の時 で,、はい、でそれに出れるか出れないかでロスタイムまで勝ってたんだよな、はい、1-0 で,、はい、でちょうどコーナーキックになってあれはショートコーナーだったんだけど、はい、ショートコーナーからヘディングシュートがちょうどよ、はい、キーパーのこっち側からコーナーだったらここに入った、はい、で全くそれと同じような感じで、うん、あれ蹴ったの山岸がヘディングしたらちょうどここに入ってたね。いやこれはドーハの悲劇みたいだな。全員見てましたね J リーガー。もうそうなの。はい、もうその時 J リーガーじゃないですけど見てました。でもすごかったよね、はい、全く顔色変わってなかったですね。マシな、マシ何があっても変わんないからな。あちょっと一個聞きたかったんですけど、うん、選手と試合こう交代とかした後に、うん、なんかタッチしないのとかってなんか意図あるんですか。うん、あるんですか、うん、教えてもらったりできます。昔タッチしたら失点したから、はい、あしたその後にってことですか、うん、あそういうことすごい演技担ぐからあそうなんですね、うん、でなやっぱり選手も変えられて喜ぶ選手ってなかなかいないじゃん、はい、大体頭に来とるじゃん、うん、なんで喧嘩になるのも嫌だしだからいつも言ってんだよわし変わっても握手しないし、勝っても握手しないからって、はい、ことって言ってよくあるじゃん、大学ってアントラーズの時にあ花咲ムー、うん、はい、ね、変えられたらこの前でショータだって怒っとったじゃん変えられて、勝っとるから怒るなよって思ってたんだけど、イッサンもしあれやられたら許します。まあ、それは許すけどな、わし許さんことないもん。その時は頭に来るだろうけど、うん、だから握手しないで一番はその変わった選手メンバー変えて、はい、握手して失点したからそれが原担ぎで、うん、結構原担ぐんでなんかあります。他にも原担いでることってパンツ。パンツ、うん、あ毎回同じやつ履いてるってことですか、うん、試合パンツ履いてる。へー、形とか聞いてもいいですか。あの試合時は違うで、試合に行く時のパンツ、トランクスいうんだっけ、はい、うん、じゃあ普段はブーメランみたいな。いやいや、ずっとトランクスだけどな。あ、ずっとイッサン、あのたまにもうピリッときたらバン叩いてもらっていいんだけど、うん、なんでその方がちょっと面白くない監督生活で一番嬉しかったこと。あ、うん、なんだろうな、いっぱいあるからな。やっぱりどういうんだろう、こう選手が勝って喜ぶのが一番嬉しいやな、とか、まあ、選手がな成長してから、はい、よそ人チームに旅立っていく時とか、まあ、チームの戦力みたいなのが落ちても、うん、行ってもらった方が全然嬉しいですか。そのほうじゃろ。でも1回だけある。お前1人だけ行ったことあるやし、よそから声がかかって、はい、でちょうどそれぞれ中心選手だったんで、はい、行くなや1回だけ行ったことあるんで。え、だって誰ですか。誰か聞いて。石川直樹いて。ああ、左利きのサイドバックの、うん、はい、今度コンサドーレであの引退するけど、あれだな、あのレーソルの時にちょうどユースから上がってきて2年目ぐらいだったのかな。あ、で、なんでこんなんが、ね、レーソルのユースからトップに上がってんじゃろうというような感じだった。なんかそこまであんまり良くなかった。それがよ、あれ努力家だからよ、言われたことをすごい努力してからよ、うん、でたまたまもう人がいなくなって使ったら、はい、ものすごい良かったんだよ、うん、でそれからもうレギュラーになったりとかしてて、うん、で、まあ、次の年いうかわしが札幌移った時にあいつ、はい、やっぱりレーソルで試合出れなくて
札幌に呼んだったんだよな、はい、ディフェンスがいないから、はい、で、札幌で活躍して、新潟から声かかったんだよな、うん、で、まあ、中心選手はキャプテンもやってたからな、はい、お前行っちゃいけんじゃろういう話してたの、うん、さっさと行きやがったでそれからお前、はい、わしの前に姿現すなもちろん冗談だよいや本気じゃったんだけどでもな、うん、しつこいんだよ挨拶に来て試合やるじゃんか、はい、それで必ず挨拶行くんだけど、うん、わしは会わんお父さんみたいですねずっと言ったんだけどあまりにもしつこいからじゃあええよ太田るわいでも絶対感謝してるよね。あほらほうじゃろ。そうっすよね。うん、ほらほうじゃろ。まあ、いっぱいおるぞそういうの。あのリータダナリー言うて、チュンソンなんかあれもレースの時だけど、はい、もう本当に悪くてよ。悪かったんですか。悪い。どういう悪さですかその悪い。二日酔いで練習に来る。わしフィジテクやるじゃん。はい。な、それでフィジテクやってて、急に吐き出したんで、いやそんなにきつかったかな思う。大丈夫かいったら酒の匂いがブーンとしてから、ね、イッサンフィジテクきついっすよ二日酔いじゃんかとかこう練習でメニュー与えるじゃん、はい、でここを目的にしとるかこういうプレーせえ言うんだけど、はい、全然せんのんだよな。それで怒ったらよ今度は味方のやつ足蹴りに行ってから、ね、あそれで内側伸ばしちゃってから、ね、それが中澤颯太中澤颯太知っとるじゃろ、はい、頑張ってやっとるじゃろ、はい、一緒にやってます。あいつ内側伸ばしちゃってかわいそう、それぐらい悪かったそれがあんな好青年になったからな。そうですよね、うん、結構礼儀正しいようなイメージあるやろ、はい、昔はヤンキーだ、あれそのままだったらヤンキーになってんぞ。それでチュンソンはやっぱり全然出れなかったんだよな、ね、はい、それであれ札幌戦じゃったけどもう人がいないからいいんでフォワードで使ったら、はい、ものすごく頑張ってからよ、うん、で J リーグ初得点したんじゃない、あの時 J2 じゃったけどな。そしたらそれからあのもうレギュラーになっていた、うん、何がどういうタイミングであのチャンスに来るかは分かんないんで、うん、やっぱり、まあ、直樹なんかは本当日頃からこうコツ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 石川直樹なんかな、はい、コツ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 努力しててチャンスが来た時に掴んだんで、はい、チュンソーなんかもまあ努力はしとったんじゃろうけど、はい、やっぱりそういうチャンスもう誰も出場停止とか怪我人で誰もいなくなった時に使ったら点を取ってから、うん、その点の取り方がよキーパーが蹴ったボールをヘディングしてったんだよな、はい、フォワードだから、それで腰から落ちたんだよ、はい、それでもすぐと立ってよ走ってってクロスに対してキーパーがこうやってボール取ろうとしたんだよ、はい、でここに頭から突っ込んでから点取ったんだよすごい気持ちの入ったゴールで、それからブレイクしてからよ、日本に帰化して、はい、あのオリンピック代表か、うん、オリンピック代表から日本代表まで行って、うん、あのボレーシュートを決めたんだよな。あのボレーシュートもヤベッチ FC でボレーの鬼で、あボレーの虎か、はいはい、なんかあったよな、あの小倉がやってたやつ、あれで取材にレースに来てたんだよな、はい、で、マシなんか練習場で練習して、で撮影はスタジアムの方でやってたんで、はい、で代わり番号にこうボレーすんだよな、オブラートな、はい、でなかなか両方とも入んないんで見に行ったらよ、だチューソンがダーッと走ってきてよ、はい、西さんどうしたらいいですか言うて、もうちょいこう体を通してボレーにしてみたらって言ったらものすごいボレーが入ったんで、それがあの日本代表のボレーにつながって、じゃあもう西さんですね。そうなんだイッサンってディフェンダーっすよね、うん、あのザゲーロだよ、バリバリのセンターバックだよ、リベロとかじゃなくてですか、うん、私175しかないけど、はい、ヘディングは抜群に強かった。へー、身体能力系、身体もないんだけど気持ちと根性とタイミングでな、タイミングがいいんだよヘディングする、はい、ヘディングでタイミングだからな、ジャンプするタイミングと相手のせるタイミングだから、うん、悔しかったことありますか。悔しかったことな、前節ですか、ん前節なんだっけあれ一番悔しかったことってありますか。あんなあの山形の時に、はい、
悔しかったりか悔やんだことだな、あれな、うん、名前出していいのかな、デンソーいうチームがあったんだよな、JPL に。あ、はい、うん、そこと試合した時に2対0で勝っとったんだよな、はい、でたまたまその名古屋方面のやつがいて、そいつの親が応援に来てたんだよ、はい、で2対0で勝ってるからもう後半だったし、そいつを使っちゃろうまで使ったんだよ、はい、見たら3対2で逆転負けしたんだそういうことするもんじゃないのあそいつが悪いわけじゃないんだけどよ、はい、たまたま3対2で負けたんだけどそれから一切そういうことはやめました。いや、石さんが現役中、うん、好きだった選手、現役中好きだった、どういうの、あ、憧れてた選手、憧れてた、うん、プラティニオ、あ、やっぱり、うん、なんかみんなプラティニじゃないですか。あ、そうなの。僕のお父さんも、うんうん、プラティニじゃない、同じぐらいなんだよな、はい、そうです、うん、プラティニオマラドーナとかじゃないですか。じゃないな、プラティニだな。それなんでなんですか。昔トヨタカップ言うて東京でやってたんだけど、はい、その時にユベントスが来たんだよな、はい、その時にプラティニがユベントスの選手だった、はい、でよ、すんごい胸でコントロールしてボレーシュート打ったんだ、はい、で入ったんだよ。置いたらオフサイドかなんかで取り消されたんだよな、はい、で喜んでってよ、で取り消されたら、はい、こうやってグラウンドに滑った。あ、はい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 、有名な、うん、ま、大丈夫ですか。うん、大丈夫、ま、クライフじゃないですね。あ、クライフもいいな。一さんポジション的にベッケンバウアーとかかなと思ったんですけど、いや、やっぱり自分にできないものは憧れるだろう。あ、ポジション的に、はい、僕もジダン好きでした。ジダンじゃろ、はい、うん、回れないんで全然。ジダン2回見に行ったけど、はい、1回はユベントスの時イタリアへ見に行って、はい、2回目はレアルの時、スペインに見に行って、はい、でバレンシアと試合してたんで、はい、すんごい雨降ってたんだよ、すんごい大雨で、はい、でもジダンの周りだけ雨が降ってないんだよ、もうプレーがよ、全然雨だろうが何だろうが全く関係ないんだよな、すごかったよあの時ジダンな。でヴェルディで2週間だけ監督やったんじゃけど、はい、その時にレアルと試合したんだよ、はい、見てました。まあそう、はい、で3対0で勝ったんだけど、はい、レアルに勝った日本人の監督ってわしだけでいや、だいぶすごいこと、いや、だいぶすごい。あの時でもすごかった、ベッカムもいたしよ、ジダンもいたし、全員出てたの、もう全部銀河系が全部出てたからな。あれで監督ルシェンブルゴだよ。ああ、え、ブラジル人の人でした。そうそう、はい、ブラジル人ですね。その後あの中田秀が、あっこにいたんだよ、フィオレンチーナに。あ、フィオレンチーナだよな、はい、いたよな。いました、いました、うん、で日本に来たんだよ、はい、でそこにフィオレンチーナにも勝ったんだよ。すごい、2対1で。やっぱなんかちょっと気合い入ってないみたいなのあるんですか、その向こうのチームと。ああ、どうだろう。まあな、どうしてもレアルなんかそういうツアーで行かなきゃいけないのと、どういうんだろう、多分試合組むのに、はい、全員出なきゃダメだとか言ってなんか約束が多分あるはずなんだよな。それでやっぱり疲れてたみたいだったけどな、いろんなアメリカ行って韓国行ってとかいろんなツアーもあるじゃんか、はい、結構な、まあその時だったけどな。でも3対0だからな。確かに3対0はすごい、すごい。それでハーフタイムによ、はい、レアルの選手怒っちゃってよ、で、あっこアジスタじゃけどアジスタのスタンド入ると、はい、右に曲がるとホーム あのロッカールームなんだよ、はい、で左に曲がるとアウェーのロッカールームなんだよ、うん、あのレアルの選手が右に曲がってきて殴り込みに来てよ、喧嘩なりかけたんだよ。何ですか。その時にある選手がいてよ、はい、それがなんか蹴ったとか蹴らないとかヴェルディの選手がそのレアルの選手ベッカムに対して、
なんかひどいことしたとかどうとかいう、こういう名刺は出せないけど、そうですね、それ出しても P で消せるんだな、あれだけど P では、はい、一応消せます、ね、戸田なんじゃけどでももう今全然イメージっていうか違うよな、ね、解説者でな、はい、確かにすごいな、俺らしか今の知らない人、ね、テレビでも 言ってない人の、ちなみにそのレアルの殴りに来たのは誰ですか、うん、みんな来たよ、みんな、もうだから私みんな触ったもん帰れお前らの分帰れって言いながらみんな触ったもん、うん、めちゃくちゃ俺のチャンネルでこれやっていいんかって感じやんな、いやいいでしょ、もうなんか特権です、もういいんだよお前引退すんだから、そうですね、うん、そうです、イッサンの練習ある日の一日のルーティーン、まあ朝起きて、はい、まあ9時半から練習としたら朝何時に、6時に、6時起き、6時起きて、はい、犬の散歩に行って、はい、で朝飯食って、はい、歯磨いてで、トイレして、はい、トイレ掃除してでグラウンドに来てグラウンドの準備してで練習して終わってで家帰って、まあ午前中だけだったかな、はい、午前中だったら家帰って、飯食って昼飯食って、はい、でまああとはいろんなことだよな、いろんなこと、まあ作家のビデオを見たりとか、神さんの手伝いしたりとか、で夕方にまた犬の散歩行ってで飯食ってで、風呂入ってお風呂掃除して、掃除は一層なんですね、そうトイレとお風呂わし担当だから、だから奥さんが先に入ってでわしが後から入って出る時にとお風呂掃除して、もうレディーファーストっすね、そうそうそう、昔からずっとっす、うん、あれやね、恋愛とかも一さんに学べるものいっぱいあるかもしれない、ないないないですか恋愛経験がそんなんないからいやでも一番いい男のやることをやってるよね、確かに、女の人からしたらずっと奥さん好きで、ね、奥さんとの慣れ初め、うん、あのあれだよ、私東芝じゃったじゃん、はい、サラリーマン、はい、それで東芝の時に、わしが1年先に早く入ったのかな大卒で、はい、で、次の年に高校出て、東芝に入ってきて、はい、でそれからこう、人を通じて知り合って、それからだからかみさんが18でわしが 23? え5つ違いか、あ18うん、高校から入ってきてからすぐだったな、あそっか、うん、まで言ったらコンパみたいな感じで、違う、知り合いの人がいて、はい、で、あの子かわいいですねって言ったらこうあの紹介して紹介、その人から紹介してもらっていう、でお茶飲み行ったのかな、うん、お茶飲み、え昔のデートコースみたいなんてなんかどんな感じなんですか、い結構居酒屋が多かったな、居酒屋、うん、まあ、神様は飲めへんけどな、はい、ロバタとか、あとイタリアンレストランとか、はい、じゃあ今とあんまり変わんないですね、変わんない、で、わし免許持ってなかったからよ、免許持ってなくて、神様免許持ってて、免許と車持ってたんだよ、はい、で、いつも神様の横に乗せてもらってたんで、そしたら向こうのお父さんにお前文明人じゃないな言われてそれで免許取りに行った、綺麗すぎますね、なんかちょっと誰が一さん、何が綺麗ない、いやなんかもう悪いことしてないというか、そりゃしてないわ、いいよ、悪いことしてないですか、うん、本当にですか、うん、そんなこと言えるわけないじゃんお前こんなんなうちの息子なんかすぐ見つけるから全部報告するから、はい、ちょっと前だけど ありがとうコンサドーレで、はい、新入団発表とか、あ、はい、でやるんだよな、結構サポーター集めてからよ、はい、でその中でいろんな
催しがあるんだよ。こうチアガールが踊ったりとか、はい、いろんなこうイベントがあって、その中で私あれ踊ったんだよ、マイケル・ジャクソン。ああはい、うん、あの何その上にこうこういう宝塚の人がよく着るようなこういう羽がついたようなのがあるじゃん、 あれを背負って。それ背負ってマイケル・ジャクソン踊りますか、うん、ふぅーってムーンウォークしてよできませんなんだそれを報告されたそれダメなんですか